君を救えなかった。あなたのせいじゃない、ガブリエル。またあなたの顔が見られて嬉しいわ。ああマリー、長老たちはなぜこの地が天界から切り離されたのか、その理由を知りたがっている。神に見捨てられたというのは本当なのか。聞こえるの、精霊たちが語りかけてくる彼らのささやく声が。全ては理解できない。とても暗くて大勢が泣き叫んでいる。でもその姿は見えないの。怖い。他にも何か暗い闇を感じるの。私たちを助けて、ガブリエル。精霊たちとは何者なんだ。教団創設者たちの精霊よ。ロード・オブ・シャドウの力が必要だと言っている。予言のようだけど意味はよくわからない。私はもう消えてしまう。あなたが霞んで見える。辺りが暗くなってきた。マリー、愛してる、ガブリエル。行くな、マリー。愛してる。誰がお前を。何者だ。私はゾベック。君と同じ教団の戦士だ。パンとは古い知り合いでね、君の力になれるよう頼まれたのだ。ああ聞いている。すまない、私はベルモンドだ。君のことは知っている。今のは君の知り合いの魂か。ああ私の妻だ。すまない、彼女の話を聞いてしまった。どうも教団創設者たちの精霊が彼女を使って重要なメッセージを伝えようとしているようだな。どういう意味だ。創設者たちが死者を通して我々に語りかけているのだろう。予言は何世紀もの間明かされず、知っているのは選ばれた数人だけ。無論君の妻が知るはずはない。彼らは何らかの形で彼女に伝えたのだ。偉大なる神よ。その予言とは。汚れなき心を持つ戦士がロード・オブ・シャドウの力を我がものとし、その力で魔という魔を滅ぼさん、そう記されている。その戦士は地上における神の使者となり、思考の力を持ち全てを可能にすると。創設者たちは我々を見捨ててはおらん。君の妻のおかげで希望を見出すことができた。
共にロード・オブ・シャドウの地へと向かおう。奪われてしまった力を取り戻し、再びこの地上と天界を一つにすることができる。そして、わからないのか、ガブリエル、君の妻は蘇る。それが本当なら、ここでこうしてはいられないな。ロード・オブ・シャドウを追っていると気づいたら、魔物たちは我々に襲いかかるだろう。二手に分かれた方がいい。私は雷冠族の国へ、あなたはヴァンパイアの国へ行き、待っていてくれ。そして共にネクロマンサーロードの元へ向かおう。一番遠い国だ。敵に気づかれてはならない。これを持っていけ。こいつを使えば精霊の力を取り込んで傷を治すことができる。幸運を祈ろう。我らの手に勝利を。艦長、希望はまだ我らの手に。